はい、どうもタモキーです。今回はですね、武将編集で新しく作る、武将だったり大名、の作り方というかね、おすすめを紹介していきたいと思います。まず最初に武将編集、史実武将でやってて、それなりに、飽きたなっていう、まあ思ったら、ちょっとね、武将を追加すると結構まあ、新たなプレイができるかなと思うんで、登録部署ね、最大で1000人まで登録できます。まあ、ここまで作んなくてもいいかなとは思うんですけども、結構作るの面倒だなと感じたら、項目があるんですよ、たくさん。はい。作るの面倒だなと思ったら、自動でね、作れます。男だったら男部署。で、女だったら女部署。能力もバラバラなんで、ここで変えたいとこだけ変えるっていう手もありますね。はい、では最初から作るね、おすすめ、武将だったり大名にする武将を、新規作成で、作るおすすめを紹介していきたいと思います。ではね、シーツの顔だったら、二人目になっちゃうんですよ。シーツで、まず一人いるんで、はい。名前のついてるやつは、出てきます。普通に出てきます。で、こちら。男、女っていう項目。ここで名前のついてない武将はね、出てきてないです。で、作ったら、もしね、作ったりしたら、こんな感じで名前がつきます。はい。もし作ったらね、その武将はわかるんで、こうやってわかりやすいように名前が、つきますね。で、まあ、一通り作ってもいいんですけれども、まあ、ある程度必要な分だけ作るのもありかなと思います。では、一応顔選択、まあ、適当に選択して、名前もね、一応つけます。まあ、僕はね、ちょっとアイドルとかね、の名前をつけてみたんですけども、まあちょっと前回の動画でチラッと、出てるかなとは思うんですけども、まあ何でもいいんですけどね、名前は。はい。で、性別でしょ？音声。まあこれは声ですね。声。女性はね、3種類しかないのがちょっとなんか寂しいなっていう感じもするんですけれども、はい。ここで声を決めていきます。はい。で、AI レベル。これが結構大事で、できるだけね、S にした方がいいです。自分のね、好きな武将というかね、活躍してほしい武将は S にする。これ、合戦とかで動きとかに関係すると思うんで、できるだけ、まあ、A とか S にするといいかなと思います。はい、では次に野心。これはね、野心が低いほど忠誠度が、高くなります。はい。野心が高いほど裏切るようになっちゃうんで、できるだけゼロに近くしましょう。はい。主義はね、そんなに気にしない。主義である程度忠誠度がアップする項目あったと思うんですけども、そんなに気にせず。はい。では次に身分なんですけれども、ここの説明に書いているように、足軽大将で領主、侍大将で城主にできて、家老で軍団長に任命できる。家老以上。はい。あとはね、火災で、家老以上ですね。火災にするには家老以上。そして、奉行にするには確か奉行、武将以上だったと思うんですが、だからね、まあ、好きな武将、まあ、火災にするにはね、まあ、家老以上にしとけば、まあ、一通りできるかなと思います。はい、では次に、執事。これはね、あんまり気にしてないです。あんまり関係ないというか、はい。そんなに、関わる項目がなかったと思うんで、まあ、ここは気にせずつけていくといいかなと思います。あと、信仰ですね。これも、あんまり気にせず。例えば、大友家だったら、九州の大友家だったら、キリスト教だったり、なんか、こういう宗教が多かったりとか、あるんですけれども、特に気にしなくていいかなと思います。はい、それでは次に、R1 をして、能力ですね。ここは大事。やっぱね、せっかく作るんだったら、能力高い武将を作りたいですよね。動かしたい。はい。まあ、やっぱり、戦闘が強い武将を作りたければ、武勇。はい、あと、統率は、軍の掌握速度だったり、部隊の受けるダメージに影響する防御力ですね。これもね、70以上と90以上で変わってくるかなと思います。それぞれの項目、70以上、もしくは90以上で変わってくるんで、できれば、まあ、活躍させたい武将は、90以上に全部しとくと間違いないですね。で、あと、知略なんですけども、これ、調略の成功率に関わってくるんで、これ、上げれば上げるほど、調略成功するんで、ここの項目がね、一番、効果がね、わかるかなと思います。
はい、あとはセームですよね。セームも70以上で、効果がアップして、さらに90以上で、さらに効果がアップします。はい、では次に戦法ですね。これは結構好みが分かれるかなと思うんですけども、僕が好きなのは混乱、混乱プラス、何か、防御力低下だったり、一番いいのはね、混乱プラス敵にダメージを与える、ありますよね。はい、このあたり、軍神だったり、釣りのびせだったり、軽水の際、あとはキツツキ、これがね、混乱プラス敵の兵力減少なんで、これがね、結構強いかなと思ってます。あとね、あまり効果が高すぎると、クールタイム、出すね、タイミングがね、遅くなります。出すスピード。はい。なんで、できればね、混乱プラス、効果が低いものを選ぶと、クールタイムが短くなっていると思うんで、これだったらね、軍神と釣りのぶせは結構クールタイム長いです。出すまでに時間がかかります。あと、軽水の際、あと、キツツキ、この辺はクールタイム短いと思うんで、まあ、どっちがおすすめかったら、こっちの方がおすすめしたいですね。はい、では結構いろいろ項目あるんで、どんどん行きたいと思います。奉行特性なんですが、この前ね、ちょっと、奉行の特性の、紹介動画、おすすめ出したんで、そちらで、ね、細かく解説してるんですけども、簡単に言っちゃうと、上杉殿と、徳川殿、これはまあ優秀です。あとは、部隊の能力を上げたければ、こちら、最上殿、これがね、城の開発度ごとに、能力上がってきます。25% ごとに。これも優秀ですね。はい、そして、通常の奉行特性であれば、高家心得、これをね、この前、おすすめしてるんで、これ結構使えます。あと、他にもね、いろいろ使えるのはあるんですけれども、まあ、軍師心得とかね、技法系、これが結構強かったり、あと、総心得もいいですね。これはね、労力がアップするかなと思います。はい、最大労力。まあ、いろいろ見てたらね、結構使えるのいっぱいあるんで、まあ、管理心得とか、海賊心得とかね、まあ、いろいろあります。はい、では次に火災ですね。これはね、前回の動画でちょっと紹介してるんですが、もう一度紹介します。強行戦略、あと包囲戦略。この二つがね、まあ強いですね。敵のね、攻略、城を攻略するときに強行を使う方は強行戦略。これめっちゃ早いです。あとは包囲を使う方は包囲戦略。これを使うと包囲の、まあ、ダメージ量がアップします。はい、それ以外では、スタート時って結構お金ないですよね。お金、金銭収入増加も結構熱いかなと思ってます。スタート時だけこれをつける。はい、他には、動画でも紹介してるんですが、舞台の能力アップも熱いです。はい、あと面白いなと思うのが、こちら、超過刺激ですね。これがね、獲得経験値 300%。3倍の経験値が入ります。なんで、能力が上がりやすい。これもね、ちょっと一回使ってみたいなとは思ってます。はい、では次に、武将の特性ですね。これね、今いろいろあって迷うんですけども、大名と、普通のね、戦闘用の武将とちょっと分けるといいかなと思います。大名だとしたら、ですね、人たらしとかありましたよね。忠誠度上がるやつ。はい、こちらですね。あとは、織田信長の魔王ですね。これがね、軍を制圧するごとに能力がアップしていきます。かなり強くなっていくと思うんで、これも使えますね。はい、あとちょっとおすすめかなと思うのが、これ、そろばん勘定。これね、制作の維持費が減ります。どれだけ減るのかちょっとね、今度やって、使ってみたいなとは思うんですけれども、まあ、維持費減るそうです。で、あと通常の武将に、まあ、戦闘用の武将につけたいのがですね、まずは、赤備え。どの辺にあるかな？はい、ここにありましたね。赤備え。これがね、最初に、接敵した敵部隊の体力が半分になります。なので、最初に当たった敵に勝ちやすくなる。かなり優秀です。はい、あとは、部隊に出して、戦闘に参加させるには、城主にしないといけないですよね。城主にするには、これ、委任道があったら、かなり、使えます。所属城にかかる調略が無効化します。難易度高いね、超級とかでやってると、かなりね、調略の連打になるんで、その調略が一切無効になります。かなり優秀ですね、この委任道はね。
隼人優秀だと思うものをちょっと、ざっと見ていきます。半兵衛の大取り、これはね、周辺部隊の能力アップ。部隊の能力を、限界まで上げたいときは、これを使うといいかなと思います。あとはね、雷の化身、これはね、かなり優秀です。これがね、一人、持ってる部署が一人いると、戦場の、味方部隊全員が混乱しなくなります。はい。これめっちゃ優秀。はい。あとね、ちょっと見ていくと、無傷の誇り。これね、敵部隊を倒すと、一定時間兵力が減少しなくなります。これも熱いですね。あとは、砲炎の器も熱い。官兵衛のやつ。これ、敵城を包囲した時の、耐久ダメージが増加します。激アツですね。はい、あと、光秀のレンガ100人。これ、戦闘系ではないんですけれども、製作、浄化施設作る時だったり、愚心の、期間短縮だったり、まあ、製作系でかなり能力を発揮します。使ってみればかなりわかると思います。はい、あとちょっと気になってるのがね、防身。これ大名のやつなんですけども、大名さっき3つ、おすすめしたんで、もうつけれないんですけども、防身もつけたいんですよね、本当は。これね、初回の、重要設備の要所だったり、制圧時に敵全部隊が混乱します。結構熱いですよね。敵の全部隊混乱。はい、今挙げたのが結構熱いかなと思うやつなんで、もしよかったらつけてみてください。もしね、僕もね、全部使ってるわけじゃないんで、全部わかってるわけじゃないんでね、これがね、めっちゃ使えるよってやつがあったらコメント欄でお願いします。はい、では次に、R1 1回をして、ここですね、年齢。まあ、これもね、結構大事ですよね。寿命があるんで、まあ、寿命ね、最大で110歳まで設定できます。120にしても110歳になります。はい。そして、まあ、生まれた年。はい、これがね、一番ね、最初の、信長元服。これね、1531年にすると、一番若く、なるかなと思います。16歳。16歳が一番最初にスタートする、まあ、元服の、まあ、年齢なんで、まあ、ここ、青年を1531にすると、最後の、シナリオ、大阪の陣も84歳で生きてます。寿命次第なんですけどね。あとは病気するかしないかも関わってくるんですけども。はい、あと意外と忘れがちでめっちゃ大事なのが、ここ、白選択。これをね、ちゃんと選択しとかないと、まあ、変なところに飛ばされるというか、スタートがね、2条5所になってます。なんで、ここ選択しないとね、全員に2条5所になって、足利幕府の一員になってしまいます。はい、あと最後に血縁ってありますよね。ここまでね、設定すると結構めんどくさい感じもするんですけども、もしね、絶対裏切られたくない、武将は、その大名の、使える大名をね、血縁にしとくと裏切らないかなと思います。あと、血縁じゃなくても親愛武将だったら、まあ、裏切らないかなとは思うんですけどね。あとは、剣王武将。これはね、敵対する勢力につけるといいかなとは思うんですけども、あんまりメリットはないかなと思います。つけるんなら、剣王武将はつけずに、親愛武将まで、ここまでつけるといいかなと思います。はい。これをね、最大で1000人まで作れるって意外とすごいですよね。すごい数。めちゃめちゃ、多くなるかなと思います。まあ、作るの面倒だと思うんで、まあ、作るとしたら、このね、自動でね、どんどん作っていったらいいかなと思います。まあ、一つずつね、設定するの結構時間かかるんで、はい。そして、一回作ったら、例えば、これ設定しますよね。はい。はい、そしたら、今の武将、これだったと思うんですけども、ちゃんとね、名前がついて、わかりやすいようになってます。はい。顔が被らないように、まあ、できてますね。はい、僕もね、ちょっとチラッとやってみたんですけども、まあ、何名か作ってね、意外とね、楽しい。はい。そして、作るときなんですけれども、まずはシナリオを選んで、所属の、城まで行くんですけれども、どこでも OK だったと思うんで、これでいけるかな。はい。
はい、確かここ筒井家にちょっと置いてたと思うんで、ちょっと見ていきたいと思います。ここでね、開始ボタンを押しちゃうと、このまま筒井順将か、この大名でスタートしちゃうんですが、これ編集、ここでね編集をします。はい、ここで、新規作成を選べます。新勢力作成、これで新たな、大名を作れます。はい、こうやって、作ったやつがバーって出るんで、ここで大名にしたい武将を選ぶ。もしくはですよ、これ今いる、筒井家の武将を配下にしたい場合、大名変更を選びます。はい、これでもいけます。はい、作った大名を、大名にしたい武将をね、選択する。そうすると、ここでもう大名を変更するんで、筒井家の武将たちはこの配下になって登場します。こっちの方がね、いや、なんかやりやすい気がしますね。あとこの場合の注意点は、家紋だけは変えれないです。筒井家の家紋でスタートします。はい、あと同盟関係なんかも筒井家の時の同盟関係と同じなんで、新しく新興勢力というか新規大名を作るよりは、元の大名を配下にさせて、大名変更した方が、こっちの方がやりやすく感じました。はい、それでは今回は新しく武将を作って新規大名を作成するところまでを、おすすめを紹介してみました。それではまたいろんな信長の野望新生動画出していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いします。